スーダンに在留する日本人らを国外に退避させるため、自衛隊の輸送機が先ほど航空自衛隊の小牧基地からジブチに向けて出発しました。先ほど午後3時前に小牧基地を出発したのは、陸上自衛隊と航空自衛隊の隊員らで構成される部隊を乗せた C-130 輸送機です。またこの後 C-2 輸送機1機と空中給油輸送機1機も準備が整い次第ジブチに出発させる予定です。今回自衛隊は陸路を使った輸送も視野に入れていて、軽装甲機動車や地雷などが爆発しても走り続けられる輸送防護車ブッシュマスターの派遣も検討しています。派遣される部隊は自衛隊の拠点があるジブチで待機し、停戦など安全が確保できるタイミングでスーダンに入り、在留邦人らおよそ60人の退避を目指します。